前肢に運動用死巻とプロテクタ、後肢に死巻をつけた、ポロ競技場急車用死巻をつけた馬レースに手前足に、死巻をつけて走るサラブレット死巻とは、バグの一つで、ウールやフリースなどの素材で作られた、包帯状のもの。バンデージともいい、また、誤って、バンテージと呼ばれることもある。死のプロテクタや、馬運用ブーツも含めて、死巻と総称する場合もある。死巻は、 馬の死の下部に包帯のように巻き付け、死の保護、保温などの目的で使われる。運動時に使う死巻きには伸縮性の高いものが使われる。死を外傷から守る機能はプロテクタも持っているが、死巻きはそれに加え、適切に施せば、サポーターやテーピングのように、剣や人体を保護し怪我を予防する効果も期待できる。巻くのは、 急節の上3分の2程度までにとどめ、急節の動きを妨げたり、運動中に、しまが緩んだりしないようにする。しまは、旧車で休む際や、輸送の際にも利用される。保温や外傷防止の目的から、ある程度厚みがある、柔らかなものが用いられ、しまの下にさらにパッドやラップを巻いておくこともある。運動用しまと違い、つなぎまで保護する。また、 運動後に、むくみ防止にしまきを用いる場合もある。馬場ば術においては、競技中にしまきを用いてはならないが、練習ばお及び、表彰式では許容される。ポロでは、死しすべてにしまき、または、プロテクタの装着が義務付けられている。カンカン人のすねに相当急接、急接、かかとに相当、急車用、ステーブルバンデージ、うまん用。 シッピングバンデージつなぎ、つなぎ、急接とひずめの間の部分、国際馬術連盟ルールズフォードレスジーイベンツ、22、ND エディション、アーティクル428.4道アーティクル428.6道アーティクル436、ただし黒、または白国際ポロ連盟ザ、インターナショナルルールズフォーポーロー、B2。ありがとうございます。